はい。どうも、竹の子塾の大久保です。今回は、中算数学定期テスト対策、関数 y イコール ax2 乗、極の問題、丸2こちらをね、やっていきたいと思いますで。ここにね、問題載せてありますので、一旦ここで動画を止めて、問題にチャレンジして、そしてね、続きの回答解説に進んでいってください。はい。ではですね、回答解説やっていきます。まず1番目、関数 y イコール ax2 乗について、 A が0より大きい。つまりね、この比例定数 A がプラスの数の場合ね、以下のようにまとめることができます、ね。まあ、こういうグラフですよね、えー。この比例定数がプラスの場合は、こう上に開いた形に放物線に、ね、なりますよで。X が0以下の範囲だから、X が0以下なんで、こっちの場合ですね。X が0以下だから、こっちの範囲において、X の値が増加するにつれて、Y の値はどうなっているかというと、X が増えて Y が減る。 X が増えて Y が減る、X が増えて Y が減るっていうふうに、まあここんな、こんな形ですね。なので、X が増えて Y が減るっていうふうになるので、X の値が増加するにつれて、Y の値は減少するということになりますね。で、続いて、今度は X が0以上だから、今度はこっち側の範囲ですね。 においてどうなるかというと、x の値が増加するにつれて y の値はどうなるかというと、x が増えて y も増えている、x が増えて y も増える、x が増えて y も増えるというふうに、こんな感じですね。こんな感じのグラフになっているので、x が増えると y が増えるので、y の値は増加するになりますね。で今度は x イコール0のとき、y の値はこれ0になりますよね。 で、この上に開いているときっていうのは、この頂点ですね。頂点のところが一番小さくなって、ね。だから、えー、えこの上に開いているときは、x が0のとき、y の値が0になって、このときがね、最も小さいということで、y の値が最も小さくなるので、このとき、y の値が最小になりますよと、と。あとは、x がどんな値をとっても、ね、y はどうなるかというと、 一番小さいときでね、x が0のとき、y は0になって、あとはね、x がマイナスに移行が、x がプラスに移行が、y の値は絶対ね、0より大きくなっていきますよね。この一番小さくて0で、あとはね、y の値っていうのは、0よりも大きい方の値しか取れないので、なので、x がどんな値を取っても、y は、まあ、0かそれより大きいということで、y は0以上になります。 で、続いて2番目。今度は、y イコール ax 二乗について、a が0より小さい。つまり、比例定数 a がマイナスの場合、ね、以下のようにまとめることができますと。で、また同じように、ということで、今度は、a がね、比例定数 a がマイナスの時っていうのは、こういうふうに下に開いている放物線のグラフ、ね、形になって、 x が0以下だからまだここの範囲ですね。の時に今度は x の値が増加するにつれて y はどうなっているかというと、x が増えたら y が増える、x 増えて y が増える、x が増えて y が増えるっていうふうに、こんな感じですね。x が増えて y が増えるっていう、こういう形になっているので、x が増えると y は増加すると。 で、今度はまたね、x が0以上なんで、今度はこっち側ですね。こっち側の時は今度ね、どうなっているかというと、x の値が増えると y は減る。ね、x が増えると y が減る。x が増えると y が減るっていうふうに、ね、まあ、こうな形ですね、になってるので、今度はね、x が増えていくと y の値は減るので、減少すると。そして、 えー、x が0のときね、また y の値は0なんですけど、このね、下に開いている形のときっていうのは、この x が0で y が0のね、この頂点のときっていうのが y の値が一番今度はね、大きくなってますよね。0のとき、y が0のとき一番大きくて、あとはね、0より小さいマイナスの値を y ね、y の値っていうのはマイナスの値になりますので、今度は x が0のとき y の値が0で、ね、このとき y の値が、ただ最大になりますと。 で、あとは、X がどんな値を取っても、Y はね、一番大きくて0で、あとは、0よりもね、小さい、マイナスの値を Y ね、取りますので、えー、0か 0, 0よりも小さいということで、X がどんな値を取っても、Y は0以下になりますよ、ということになります。はい。では続いて、カッコの3番。関数 Y イコール AX2 乗では、変化の割合は、これは、 一定ではないとね。まあ、比例とか一次関数の、あの、いや、一次関数ではね、変化の割合というのは常に一定でしたけど、関数 y コール x 二乗は変化の割合はね、一定ではないですよと、と。変化の割合は、y の増加量を、このね、x の増加量で割ってあげると求めることができましたとね。で、まあ、変化の割合はね、一定ではないことを、ちょっとこの y コール 2x 二乗っていうね、この、あの、例で、 確かめてみましょうと。で、ちょっと表をこれね、完成させてみますと。で、x が1だったらね、1の2乗かけ2で、y の値は2。で、x が2だったら、2の2乗の4かけ2で、y が8。x が3だったら、3の2乗かけ、つまり9かけ2で18。x が4のときね、4の2乗で16かける2で、まあ、32となって、まあ、例えば、この x が、 1>, 1から3にね、増加したときの変化の割合ね、確かめてみますと。で、x が1から3増えたら、x の増加量は3-1で2増えますと。で、y の増加量っていうのは、まあ、18-2で、まあ、16ですよね。で、じゃあね、えー、このときね、x が1から3増えたときの変化の割合っていうのは、x の増加量分の y の増加量だから、2分の16で、約分できて、 8っていう風になりますよね。じゃ、今度はね、ちょっと違うところ。えー、X が2から4に増えた時ですね。変化の割合を今度求めてみると、まあ、2から4だから、X の増加量はね、4 2で、2増えていますと。じゃ、Y はどんだけ増えてるかっていうと、今度は、この、8から32だから、32 8で、24かな。24。ですよね。 ということは、変化の割合は、X の増加量分の Y の増加量なんで、2分の24。で、2で約分すると、ま、あ12ということでね、えー、あの <laughs>、異なってますよね。まあ、こういうふうにね、あの、一次関数や、あの、比例みたいにね、直線のグラフじゃない、こういうね、Y コール x 二乗や、えー、 反比例のね、グラフって直線じゃないですよね。えー、だから反比例や関数 Y コ X2 乗っていうのはね、こういうふうに変化の割合が一定ではないので、まあ、注意をしましょうということになります。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。